やったー、ケケです。今日のコメントはですね、朝遅れておきます、時には目覚まし時計を無視する大切さというコメントを返していこうと思うんですけど、まあこれね、俺の悩み相談みたいな感じなんだけどね、結構前からの悩みがあって、で何かっていうと、アラームで起きれないんですよ俺。まあもちろんね、5時間とか6時間とか寝るときはそのアラームで余裕で起きれるんですけど、例えばね、仮眠するとして15分とか1時間とか30分とかちょっと仮眠したいときあるじゃないですか。その時にアラームで起きれないんですよ。でずっと前から悩んでて、で僕ね、デフォルトの中で多分一番うるさい音の黒電話ってやつ設定してるんですよね。相当音量には自信あるんですけど、それでも起きれないんだよね。でね、ついこの間ね、原因が分かって、あ、これ俺寝てる間に無意識に止めてるんだと。そのスマホを、アラームで1回はちょっと起きるんだけど、スマホを手に取って、アラームを解除してしまってすぐに寝てしまう、その動作がね、もう無意識で起こるようになってしまってるんだということに自分で気づいたんですよ。でそれをね、まだ話したら、じゃあ携帯をちょっと遠くに置いた方がいいと言われてね、遠くに置くようにしたんですよ。そしたらしばらくの間はね、起きれるようになってね、自分で無意識で解除をしないから、一旦ベッドから出て携帯を止めに行かないといけないから起きれるようになったんですよ。でもそしたらちょっとしばらくしたらまたね、アラームで起きれなくなってしまって、あ、なんでだろうと思ったら、多分ちょっと距離が離れたから、その分アラームの音量がこっちに届くまでがね、小さくなった分ね、その音に慣れてしまったんじゃないかということで、もうこれどうしようと思いましてね、なんか解決策があればよかったら教えていただきたいです。朝起きる意志が弱いっていうのはちょっと昔から多分あるんですけど、なんか方法一つあるといいなっていう。例えばオールした後とか、次の日予定あるときに15分だけ仮眠したいときとかあるじゃないですか。そういうときにバシッと決めたいんですよね。なんでよかったらないのかもしんないけどね、気合が一番なのかもしんないんだけど、てか最近は気をつけてます。最近はあんま寝過ごしちゃったこととかないんですけどね、よかったらなんか皆さんのこれやれば絶対起きれるっていうね、術を教えていただけるとありがたいです。ということで、なくなりましたか今回は。緊急救援道6日目ということでね、前回の動画で8000展開に到達しました。シーズン終了まで残り8日と8時間。世界一位はアナバンで8249ですね。で現在僕のトロフィーは8032、世界ランキング49位なんですけど、今日はね、ここから負けるまで、8000から負けるまでマルチやっていこうと思います。でね、前回ね、もう負けるまで動画を作るときに負けてからもやった方がいいんじゃないかと、そうすることで、時間が分かんなくてね、より楽しめるというね、ご指摘をいただいてんでね、今回は、なんと負けてからも、潜り続けようかなと思ってます。試みとしてね、やっていきます。それでは負けるまで、お楽しみください。まず1戦目、何使っていこうかな。ちょっと1戦目は、とりあえず、ロイホグで分からせに行きます。いきます!よいしょ。さてさて来ました。うわ、イアン来た。よろしくというところでね、頑張ってやっていこうと思うんですけど、言うてね、相手トロ高いな。トロめちゃくちゃに高いから、普通に1戦目で負ける可能性とか余裕であります。だけど、やっぱこういうところでしっかり勝っていかないとダメなんですよ。だから勝つ。結局勝つ。それだけ。イエーイ!さあ、相手のデッキ、ウォールブレイカーとマジアチャー、スケルトンも入ってましたね。ちょっとロイフグに対しては強い編成になるかな、と思ってます。わーさあ、ここは着衣で縛いていって、外れろ、早く外れろ。ああ、全然外れない。で、ここで、ロイフグ追加してあげて、からのクローク。悪くない。むしろいい。さあ、これ、着衣もダメージ結構入るぞ。3発欲しい。3発。おお、でもロイフグの方が入るのか。今のはいいですね。アチャクイを守るエリクサーを使うタイミングで逆サイロイフグ飛ばしてあげることでね、相手守れないと。さあ、ここ大砲だけで抑えて、よいしょ。ハイスピア攻めに使っていく。いや、いいダメージですね。さあ、ダメアド取ってるよ。で、多分ボムタワーとかあるんだよね。いや、あるよな。ボムタワー、多分レミエリの槍ゴブがスケルトンになってるバージョンかな。だと思うんで、ボムタワーあるんすよ。だから、もうクエイク削り、とりあえず。で、俺としては、削られてない側にアチャクイ出していきたいな。で、マジチェに対しては、デリバリー。としていって、しっかり守っていきます。
オッケーオッケーオッケー、悪くない、むしろいい。さあここはこうしてウッドまで打っていく。でここは大砲スケルトンでしっかり守って手堅くいきますよ。でここまた食い削り、大砲もう一回いこうかな。よいしょ。さあここでロイホグいきます。ロイホグいってクエイクをしっかりマジアチャと巻き込んであげてウッドも打つ、ウッドも打ち込んでマジアチャも処理してあげる。そこクロークでバルキリーを処理しに行く。さあめっちゃいいダメージ入ってる、勝てそう、嬉しい、最高です。でここでまたロイホグからのアースクエイク、オッケーオッケーオッケー。まあロイホグはねボムタワーで守られる分にはいいかな。嫌なのはバルキリーウッドとかで守られることだね。さあここはアチャクイ高めからのよいしょ、ウッドあるよ。さあここでロイホグ出して、でアチャクイ出てる間はちょっと回転が速くなるんで、いやいいアチャクイマジ、あこれさ刺さってさ、いけいけ、勝て勝て勝てもうここで勝て、 いいダメージ、さあ悪くない、もうウッドも攻めに使っちゃおう、どんどんいこう、どんどんファイスピ攻めに使って、さあチェックイプラススケルトン、さあこれクエイクちょっと打ってサクッと打ってから、もうここでクローク入ってしまうと、あたたたた、さあウッド使ってファイスピー、よいしょ、これマジでいきます、よいしょ、イエイ、危な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 、クロークで隠れてマジでちゃん逃げる、イエーイ、オッケーオッケーオッケー。さあ1戦目勝利していきました。俺の負けるまでやっぱ1戦目じゃ終わんないんでね、こっからこっから。さあ動画まだまだ続きますよ。例えばだからまあこれからね、もし負けるまでで負けた後に動画を撮るとしたら、普通に1戦目で負けてからの8時間動画とかもありえるからね。負けた後やるから、みんなそのやっぱハラハラさせたいから、そう最初の5分で終わるけどという感じでね、まあなんとか5分終了は避けたと。さあ現在世界ランキング24位、トロフィー8071、次は何を使おうかなと悩んでるところであります。これ、枯渇いくわ、マイティ枯渇いきます。きた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 、さあ7999のあと一緒で展開の人と当たりました。さあ使ってるデッキは何なんだいと、ウッド入ってる、なんだウッド入ってるデッキはないから、ないデッキを使ってますね。マイティがねやっぱ結構強いんだよね。何が強いかっていうと、やっぱロケット削りするときとかかな、俺が強さを感じるのは。まあ、防衛の面でももちろんゴレとかに勝てたりする強さはあるんだけど、やっぱ一番はね、ロケットが3枚でもあるのがロケット削りをだいぶ強化するんだよね。それが個人的に一番強い。いやー、マジ？さあ相手はヤリゴブ、ファイボー、ウッド、迫撃、後ろだろ。いや迫撃相手はね、ディガーオールブレイカーだけならロケット削りできるんだけど、あとディガー受けで結構強いっていうのがいいところだよね、マジで。本当にたまらん。うーわ、スケルトン部隊は大の苦手です。さてさて、ゆっくり行こうか。まあ、やりごぶには打っとっちゃっていいかな。さあ、ファイスピ出していって。ちょっと次はファイボに気をつけたいな。ああ、なるほどね。ちょっとここは、
いや、絶対ね。あー、ウッド回したか。賢いな。当たるな。オッケーオッケーオッケー。あー、まあロケットしかねえな、これもう。うわ、2発入るかな。痛えな、2発は。お、なんだなんだなんだ。なるほどね。いや、悪くないな。ダメさもそんなない。ただスケブ来ない。オッケー、スケブ来なきゃ何でもいい。何でもよくはないな。何でもいいは言い過ぎ。よいしょ。いや、まだ回ってないでしょう。ああ、ファイボ回したね。はいはいはい。いやー、ロケット削りなかなかできねえんだよな、マジで。手前か、いいね。うーわ、やば、それ。いや、いて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 、マジでマジで本当に痛い。やめてくれよー。これもロケット打つしかないね。ロケット打っつまって。オッケーオッケーオッケー。いや、いい、マジでいい。いや、マジでいい。これある、これある、全然ある、全然ある。ある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 、マジである、マジである。いや、来た来た来た、そっち。よし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 。いやー、ガチか。ちょっと待って、ちょっとでいいから、ちょっとでいいから待ってくれね。ちょっとでいいから、マジでマジで、本当に本当に、え、本当にちょっといいよ。え、ちょっとでいい、マジマジで終わる。ま、落ちる、お、惜しい。うわ、マジか。いやー、あー、でもワンチャン勝てそうだったな。あり得るのか。結構きつい相性だと思ってたけど。てか、俺だけ吹き矢で使ってんだよな。吹き矢の方が強いと思う、プリンより。うん。使ってて思った。さて、負けてしまいましたが、負けるまでの面白いところはここから、普通に続行しますというね。ロイジェ使います。いきまーす。よし、来た。よろしく。いや、なんか新鮮だな。負けるまで動画で、負けてから動画撮ってる。てかもう、そう、上位帯だとね、やっぱ、勝ったり負けたりで撮る上げてくもんだから。うわ、てか相手のタワースキンいいな。俺も欲しいわ。俺のタワースキンなんだっけ？な、水族館みたいな、魚、魚なんだよな。相手の敵なんだろう。ドリル使いのイメージあるな、すごい。もうこれさ、ケツ取りしてさ、ザピセパの方がいいか。アンパイザピスパ。うん、これスパーキーとか来てるんでね。さ、これは5打つか。5打って、ちょっと手前に寄せてからのザッピー処理は見える。倒せ！通す！通した！おい！嬉しい。さ、エルスピとは着衣ということなんで、まあ、ロイジャイっぽいな。ロイジャイっぽさは正直ある。ただクエイク。いや、これこうだな。こうして、スケキンのスキルにそんな強くないから、ここで、ほら。あー、ただ、アチャクイはちょっと強えな。いや、これ怖っ。大丈夫かな？よいしょ。まあ、ウッド使ったから。いや、ウッド使ったから大丈夫でしょ。変だな。
いやいいね、なんかマズネクの攻撃食らったやつなんか遅く見える。そんなことなんもないんだけど、遅く感じません？俺だけ？マジか。はいはいはい、オラオラオラと、オラオラでやっていきます。いやこれさ、もう、ああなるほどね、ソウルコールは使わせてもらうよ。いや引っ張った引っ張った引っ張ったのでかい、引っ張ったのでかい、倒せ、くっさ。え、でもめっちゃ入ってんだけど、なんかやばやばやば、いやスケキン強すぎ。いやしかも豚もいい感じだねマジで。いやいい具合だよ、いい具合、あー最高だマジで。たまりゃせん、たまりゃせん。さあ後輩ぼっといて、おいしょー、どすこい。さあスケキンから入ろうか。いや悪くないねマジで。ただちょっと怖いな普通に。怖いなー怖いなー、ウッド絶対マザネクの方に飛んでくるから、ここは一旦後ろから。あーオッケー、クローク使った使ったね。ってことはこのスケベルトン部隊が強い。さあクローク使ってる。いやこのカウンターだよ本命は、ここしかねえんだ。うわちょっとうまいそれ。いやでもさ、う逆サイ行くな、そう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 、見えた好きな人、引っ張るな引っ張るな引っ張るなバカ。うわ黒く効かねえ。いやでもさ、えウッド使ったらもうあれじゃね。いやいいウッド、オッケーオッケーオッケー、落ち着いてる落ち着いて、ここは奇跡のファイボ削り。はいはいはい、落ち着いてます。おいしょおいしょからの、よいしょして、打った望遠使っていい、ゆっくりいくよ、からのファイボ待って、わっしゃ GG。 いや今これか、この試合勝ち切ったの結構でかいかも、いい試合でしたね本当に。さあやるなと、 GG ですね。いや8100いけんじゃない。えちょっと待って、あと2勝してえな。次何使おっかな。まあこれいくか。神器デッキ行きます、ドリル神器。いや、楽しい。よし、来た。よろしく、リムネさん。よろしくお願いします。いやー、マジ、トラキさん、やっぱ終盤たまんね。楽しみですね、結果が。この後、地獄に落ちるかもしれませんが。それでもやっぱね楽しいんだよね。どんだけ沼ってもやっぱねクララ楽しいわ。本当にこれ本当にこれガチ。さあトルネコですって言って、そうなんだよねマジ、クララってそうなんだよ本当に。おうおうおう、ちょっと待ってくれよ、クララは裏切るのか俺を。いやでもなんか相性良さげだから OK、 幸せだし OK。 理学になって祈ってください。理学な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  OK、 来ない。さあ迫撃が来るか、まあムートあるからね。いやこのね、この神器デッキね、迫撃デッキに対してめちゃくちゃに強い、そう強いんですよ。だから迫撃たたった時はすごい嬉しい。にくーって笑ったらいいよ、笑った方がいいね。幸せな時に笑わないと、君はいつ笑うんだい。ここどうしよっかな、ドリル深いようで深い言葉集。さあこのマジアチャが本命です。実はエリキ、あおエレクトルクルクルギー、すごいよなこれ。いやちょっと怖、えディガ入ってないもしかして。よかったマジで。えってか普通にホグじゃんこれ、ホグがゴムレなんだけどこれ。
や忘れてた。だから全然出てこなかったのか。やばい。神よ、クラロワの神よ。おお、2発。クラロワの神はいないのか。いやでも明らかに相性いい。だってさ、普通にさ考えてさ、もうこのこれきつい爆撃だが、てかトルネ使わない方がいいな。いや耐えるよ。はい。うまいがエレキ。あー、エレキのタイミングが早すぎて俺のクラロワに対しての愛が前のめりすぎるわ。さあここはそろそろキング起動しようやと言ってるんでね。さあ逃げる。コウモリからはもちろん逃げる。ちょっと低めでムートで受けることによって、このコウモリたちをタワーで処理しつつ、こんなことできるわけですわ。しっかり、ま、うますぎ。ちょっと待って、え、勝ち筋見つけた？俺がいない間に。いやさすがに、おー、まあ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 、はい、なるほどね。消えるでしょ。でもうわー、それなんか危ないな。危ない香りがする、その迫撃。ただしっかりマジャチャでターゲット取ってます、私で。ここでコウモリが来るよね。エルルルイ。いやいいよ。なんで？で逃げる。もう面倒ごとからは逃げる。そういう風にできてる。さあドリルを飛ばし続ければきついはず。俺の負け筋はガゴムレということが分かった。さあもう結むして、はい、あんたのその手にはもう乗らないよ。マジやちゃ。いやこれもう形的にもらった。臭い。もらったは臭くねえな。さあマジアチャ第2陣です。しっかりと一つ一つの行動に理由をつける。それがクラッシュロイヤル。違うか。ここはエレキで、さあこのファイブは、昔別れた元カノにだな、きっと。さあジジ23位。いや悪くない。8100いけるんじゃない。この勢い的にどんどん行こう、どんどん行こう、ガンガン行こうぜ。ドラクエだったらガンガン行こうぜです。ガンガン行こうぜ。ロイジャイで、しゃあ来たー、俺と戦え。24時間俺とクラロワしろ。さあトップ e スポーツよろしく。もっと一緒に高め合おう、二人で熱くなろうぜ。お、はい、ロケホか。ロケホが入ってる時はない。あーもうウッド構え。いやこれは逆にあえてウッド使ったし、この選択、あーそれだったらもうダメだ。てか迫撃もしかして5来る。いやだ、うわマジでやだ。ちょっと、いやキング起動、いやこの体力ならできんじゃねって思うんだけどね。いやできんじゃねこの体力。刺してくれ、頼む。これでかいのキング起動。なんで、うーわ今のキング起動したかったわ。ああ、キング起動したかったな。別にいいんだけどね。どっちかっていうとしたかったな。キング上、まあ着衣に打ちたいけどな。まあ一応打っとくか。いやちょっと待って、トリトンあと2枚でトリトン。来た。さあここでキング起動させてくれ。いやここだろ、分かってんで。あ分かってない全然。ただ速攻で処理してバルキリーの方行って、今度こそキング起動。回った、回ったけどな。
これバルキリー来るな。さあしっかりとバルキリー来るもんに対してはもう触れずにしっかりとお前を倒す。はい、いやファイスピがマジでさ、俺一コス系のカードねえんだよマジで、畜生、羨ましいぜ。さあこういう系には一旦ファイブを打ってから結露をするというね、掟があります。掟にゃー、もうこの、じゃあファイスピがマジでほら LSP とかがあればいいよ、でもないんだよ。ありゃいいけどな。ネモはね、え、ちょっと待って、溜まってね、なんか S スキル使っちゃうんすけど余裕で。いやこういう時、こういう時に刺さってほしいんだよな、スキキンの。まあ、俺緊急しないね余裕で、ただ出しただけ。さあ次、いや次こそ裏だろ、いやいや次は前だな、読んだ、決めた、はい前。もうずっと裏やんけ、いいんかそれで、お前のクララそれでいいんか。うわ迫撃が強い、いや俺が弱い、俺はお前を超えていく。ドド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 ドロイジャイ、名前をつけるならそうだな、ドドドドドロイジャイだな。ここでスケが来るんでしょ、分かってる。あーオッケー、うーえちょっと待って、結構決まったと思った、決め打ちだったんだけどまだ終わらなそう。まずい、まずい、いやでもまだチャンスありじゃない、ハイスピックんなマジで。よし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 、あーあーえ全部やられた、ちょっと待って待って待って、せっかく、いやこれさ、いや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 、そんなたま、早すぎ、ああ、いやクララっておかしくね、時間制限なの、時間、え喧嘩しててさ時間制限で終わるとかあんまなくない、えロイジェ2体いるじゃん、パンチ2個、ほっぺで、ほっぺの近くにパンチ2個あんだけど、喧嘩終わる、ジジイ。はい、ということでね、まあ、今回の結果なんですけど、まあ、ちょっとトロ上がったかな10ぐらい、あでも結構順位は上がった、35位35で今日のトラゲ終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、引き続きねトラゲの方をお楽しみにということで、まあ、結構勢いはいいんでこの調子でどんどん一桁台にまず入っていきたいな。17位とかは一回行ったんだよね、ということで頑張ります。ご視聴ありがとうございました。みんなも頑張ろう。それではまた次のところでバイ。